こんにちは、パラパラです。今日はビクトリアフォールズで泊まったホテルについてお話ししたいと思います。ビクトリアフォールズでは2カ所ホテル泊まったんですけど、1つ目はマシュマロと一緒に泊まった比較的観光客向けのお高い豪華なホテルで、もう1つは私一人で泊まったリーズナブルなホテル。まず1つ目の豪華なホテルなんですけど、こちらはなんかコテージ風になってて、よく日本でも郊外とかに行くとあるような感じというか、まあないけどそのビルじゃなくてコテージ風の感じのホテルで、で部屋の名前が動物になってたりとかするんですね。でも本当になんて言うんですかね、なんかもう本当に観光客向けのすごい高価なホテルって感じで、ベランダからは野生の動物が見えたりするんですね。まあ、分かりやすい象とかキリンとかが見えるわけじゃないんですけど、まあ、鹿みたいな動物とかイノシシみたいな動物とか、そういう動物が見ることできました。特に朝とか夕方とか見えやすいっていうことで、結構ベランダとかなんか見てる人が多くて、でヨーロッパの方とか西洋の方がすごくたくさん泊まってるみたいでした。でなんかすごいちゃんとしてて、この大自然の中にポツンと立ってるのに、お水もお湯もちゃんと出るし、電気もちゃんと通ってるし、もう停電することもなく、でコンセント もう世界中のコンセントに対応できるように用意されてるし、あと日焼け止めとかも用意されてたりとか、至れり尽くせりだなっていう、こんな豪華なホテルそれまで泊まったことないやっていうぐらいなホテルで、なんかもうちょっとセレブになった気分になれるようなホテルでした。でやっぱり野生の動物が近くにいるっていうことで、窓は出かけるとき絶対閉めてくださいって言われて、閉めないと猿とかが入ってきて荷物を盗んでくらしいんですね。であとはベッドに蚊帳がついてて、やっぱ虫が多いので夜は蚊帳をして寝るっていう風になってたんですね。まあ、でも、まあ、そんなに気にはならなかったんですけど、まあ、季節とかもあるのかもしれないです。で朝食も結構豪華なビュッフェ形式で食べれたんですけど、朝早い時とかはパックにもしてくれて、前もって言っとくと用意してくれるんですけど、これがサンドイッチかホットサンドかって選ばしてくれたりとかして、でそのパック開けてみたらすっごいもうボリューム盛りだくさんのバリエーションの朝食が入ってて、こんな量たくさん食べれるかなっていうような、もう綺麗にパックされて用意してくれてて、すごくいい朝食でした。で町からちょっと離れてたっていうこともあって、無料のシャトルバスが出てたんですね。なので、まあ、何の不自由もなく楽しむことができたんですけど、そのシャトルバス乗ってる途中もクジャクとかあとイノシシとかちょいちょい野生の動物が見ることができて、もうこれもアフリカならではのシャトルバス乗ってるだけでも楽しめるっていう、とてもいい経験でした。でリーズナブルな方のホテルは、私がもうとにかく安く済ませたいと思って安いホテルにしたんですけど、であと街から歩いて行ける距離がいいなと思って比較的近くのホテルにしたんですね。まあ、歩いて 2,30 分ぐらいはかかったんですけど、で日本でいう、まあ、ビジネスホテルぐらいの料金のホテルにしたんですけど、まあ、こちらは逆にすごいアットホームでシンプルな感じのホテルでも、やっぱり結構ちゃんとした綺麗なホテルで、プールもついてるしベッドも綺麗だし朝食もちゃんとしたのがついてるしっていうホテルなんですけど、ただ面白いのが部屋に聖書あるけどケトルはないとか、あとシャワー浴びてたら途中でお湯が出なくなるとか、まあ、そういうのはちょっとちょいちょい、まあ、でもすごくアットホームでいいホテルでした。朝食はやっぱりイングリッシュブレックファーストでシリアルとかトーストとか、他の宿泊者の方と同じテーブルで食べて、まあ、そんな中でちょっと会話したりするのも楽しかったんですけど、ちょうど私が行ってた時がロビン・ウィリアムスニュースちょうどやってて、その日でたまたま居合わせた他の宿泊者のドイツ人の方がこんなニュースやってたよって教えてくれて、すごいいい俳優さんだったのに残念だよねみたいな会話をした記憶がすごく残ってるんですね。あとドイツでは夏休みが2ヶ月あるからアフリカを1ヶ月ぐらい旅行してるって話を聞いてびっくりしたっていう、
であとジンバブエの方、現地の方、ホテルの方なのかホテルの方のお友達なのか分かんないんですけど、もうそのラウンジにいたりとかしてちょっとお話ししたりとか、何話したか覚えてないんですけど、バイリンガルトリリンガルみたいな感じがすごいなって思った記憶で、やっぱりそういうアットホームなちっちゃいホテルってそういう他の方と話すチャンスがあるっていうのが楽しみの一つかなって思ったりも、そんなジンバブエのホテルの思い出でした。ポラポラでした。また更新します。